皆さんこんにちは、丸山と申します。ものすごくですね、この夏は暑くて、庭の木もですね、枯れる、水を、あげてたんですけども、かなり枯れてしまうっていうような、そんなことまで起きてるぐらいすごい熱波ですね。あとやっぱり野菜とかは育たなくなって、そういう時期になってきたってことですね。あまりに暑くて、暑すぎると野菜が育たない、水もなくなるしですね、ということが起きてます。で、それだけじゃなくて、やっぱりみんな今子供さんとかが倒れてそのままっていうことも結構ありますし、年齢を重ねた人じゃなくても50代でも家の中で倒れてしまって救急車に運ばれてとかいうこともあります。で、これはですね、CO2 削減とかっていうのも一面あるんですけども、実はその CO2 が原因だっていうのはですね、仮の、仮説って言いますか、そんなに CO2 がですね、急激にこう上がってですね、今こういう地球温暖化って言いますか、沸騰化っていうのができてるわけではないんですね。例えばコロナで、結構経済的には打撃を受けたと言いながら、経済活動が低下したり、まだ回復途中なんですけども、それにかかわらずですね、このように熱波になったっていうのは CO2 の問題だけではやはりないんですね。じゃあそこはなぜそうなってるのかっていうことがとても大切になります。真実っていうのはね、往々にして隠されちゃうんですよ。真実っていうのは隠しておかないと、一般の人が知るとパニックになるっていうことで、密かに本当のことっていうのは、隠されながら進行していくようになっていくんですけども、実はですね、地球っていうのは磁石でできてるんですけども、 N 極と S 極っていう磁石みたいに、地球の周りにもですね、磁場っていう磁石が働く力があるわけですね。こういうふうにこう磁石が、地球の周りを磁石がこうやって、回ってるわけなんですけども、その磁石っていうものがですね、地球の一つは働きとして地磁気っていう名前になります。地球が磁気を持ってるわけですね。地球がこうあると、地球のところにこういうふうに幾重にもこういう磁力線っていうのが磁石から出るように、出てるわけなんですね。そういったことで、この地磁気っていうのがですね、実は地磁気っていうのは実はですね、地磁気っていうのが太陽からのですね、フレアっていうものとかプラズマとかいうものをですね、防御してくれるっていう働きがあります。つまり僕たちがもう地磁気がなければ、もう地球っていうのは人が住めない、生物が住めない場所になってるんですけども、地球の磁気っていうのがあって、太陽からのプラズマっていうすごい熱を生じるエネルギーとかですね、さまざまな宇宙の電磁波とかではですね、この地球の周りにある地磁気によって防がれている。で、防がれているので、地球は人間とか生物が住みやすい状況になっているんですけども、実はその500年前からこの地球の磁場が、地磁気が半分になっているんですね。だから半分になったってことはどういうことかっていうと、温度が上がるのはしょうがないってことなんです。で、今もどんどん地磁気が減ってて、地磁気が減るのは CO2 が増えたっていうこととは全然関係ないわけなんですけども、ところがそういうふうに人々の目をですね、 CO2 っていうものにそらせとかないと、この地磁気が急速に減ってきてっていうことを誰も何もすることができないわけなんですね。そうすると地球っていうのは多くの人がパニックになってしまいますから、そのために CO2 っていうことに、してるわけなんですけども、この地磁気が減ってるってことがですね、実は地球全体の問題だけではなくて、人間一人一人の問題になってきます。つまり私たちっていうのは生命エネルギーで動いてますけども、生命エネルギーを分けると電気的な生体電気エネルギーと生体磁気エネルギーって2つこういうふうにありますよね。で、この生体電気エネルギーっていうのが、今電磁波とかで乱されて私たちは体調が悪くなることもあるんですけども、
もう一個が生体磁気っていうのがものすごく大事なんですね。これがあの MRI を私たちが取ると異常が見つかるのは生体磁気があるからなんですけども、その生体磁気がおそらく生体電気よりも健康を保つためのキーポイントになるんじゃないかなというふうに思っています。まあそういったことで、生体磁気っていうのが、まあ、じゃあどうやって作られるかっていうと、生体磁気っていうのは地球の磁気を利用して私たちが生体磁気を作ってるわけですね。だからマンションの3階以上、まあ、5階、6階、10階とかになりますと生体磁気が補えなくなるので不調が出てくるってことになります。そうしますとどういうことが起きるかというと、生体磁気不足で電磁波障害と同じようなことも起きるし、生体磁気がやはり有害な外部からの電磁波をブロックする働きが悪くなりますので、電磁波障害の、まあ、機会といいますか、なる確率が多くなるわけですね。だから非常に大事なのは、この地球の磁気が地磁気が少なくなってきたときに、私たちは一体何をすればいいんだろうかということになります。まあ、地球的な問題はまた今一生懸命そういったものを回復させるやつをカタカムナから作ってますけども、人間はですねやはり知識っていうものを身につけなければなりません。で、まあ、今だからそういった意味で7年前から知識っていうことに取り組んできてますけども、まあ、知識のグッズを使ってもらって非常に良くなる人が出てきてます。でも例えば熱中症なんかもですね同じなんですけども、熱中症も知識のネックレスとかですね、知識のインソールとかですね、そういったものを使っていただくと、それほど熱中症でですね重症な重篤な状態になるってこともないんじゃないかなと思ってます。また知識っていうのはですね、脳の働きも良くしますので、認知症なんかにもいいし、精神疾患で、の方にですね知識の枕とか、まあ、知識のヘッドバンドなんかをしていただくと速やかにその精神的な症状が良くなるということを考えますと、とにかく知識っていうものはこれから必要不可欠なのかなというふうに思っています。まあ、今日はそういうことで、ぜひ皆さん知識をご利用ください。ありがとうございます。